金砂行台台北植物園は、台北市内中西区にある植物園。市内ではあるが、かつての市壁外にあたり、湘南門から南東に位置する。台湾における初の植物園で、園内には2000種を超える植物が収集されている。清代末期の建築物、金砂行台が移築されており、これも見どころの一つとなっている。作陽館かつてこの辺りは、台北湖があり、やがて湖が干上がり、陸地になると、BC2500 年頃に人類が定住するようになったという。植物園の起源は日本による台湾統治の時代であり、1896年に日本人によって創設された台北苗圃が前身とされる。南方への進出を期した日本が食用あるいは薬用といった目的で、台湾以南で採集された植物の種子を収集、研究する拠点として活用された。1911年には林業試験地に改称、現行の名称に見られる台北植物園と命名されたのは1921年のことであった。2008年より戸籍として認定されている作陽館は1924年に建設された。作陽館で収集された標本は現代においても保存されている。同じく戸籍で清代末期の建築物である金砂行台は1931年の台北公会堂建設に伴い解体される予定であったが、保存のため1933年に中山道のある場所よりこの植物園に移築されたという経緯を持つ建物である。台北市区計画に続く1932年の大台北都市計画において、大公園のカテゴリーで整備を指定された全17カ所、うちの第15公園として、1939年には台湾総督府林業試験所植物園とされた。第二次世界大戦後、植物園は所轄が食産局林業試験場、中央研究所林業部、総督府林業試験所と変遷する中で、研究成果も蓄積されていった。現在は、入場無料の観光施設として、また、市民の憩いの場としての側面も併せ持った植物園として健在である。2016年から2017年9月30日にかけて行われた作陽館の修復工事が完了するとともに、第二次世界大戦以来長らく行方不明であった早田文蔵の記念碑が再建され、かつて彼の呼びかけで建てられたフランス人神父のユルバン・ジャンフォーリーの銅像も復刻された。4つの出入り口を持つ約 8.2 ヘクタールの敷地はテーマごとに裸子植物区、シダ植物区といった具合にエリア分けされている。歴史説で挙げた作陽館は2008年に台北市の戸籍としてもう一つの当初台北市の戸籍、台湾府政市下門として登録されていた物件は2013年に金砂行台として修正登録された。その他、園内には以下のような施設が存在する。なお、歴史説に挙げた早田文蔵の記念碑は作陽館正面歩道を挟んだ柵の奥の水場付近、フォーリー神父の胸像は総使用植物区に入ってすぐに設置されている。また、南海路沿いには林業試験所、国立歴史博物館、国立台湾芸術教育館がある。駐車場が整備されていないため、公共交通機関が推奨されている。地下鉄では湘南門駅の3番出口より、博愛路を南へすぐ。バスは、植物園端、三元街口、建国中学といったバス停が植物園の南側の街路に集中している。ありがとうございます。